スカムブームはゲームエンジンの再実装版のコレクションである。もともとはルーカス・アーツのスカムシステムを使ったアドベンチャーゲームをプレイするために設計されたが、レボリューションソフトウェアやアドベンチャーソフトなどの企業によるスカム以外の各種ゲームもサポートするようになっている。スカムブームはハードウェアのエミュレータではなくアドベンチャーゲームの世界を記述しているスクリプト言語を 解釈実行するインタプリタを再実装したものである。そのため、スカムブームが対応しているゲームはもともとそのゲームがリリースされていたプラットフォーム以外のプラットフォームでもプレイ可能になる。スカムブームを最初に開発したのはルートビヒストリジウスである。GNU ゼネラルパブリックライセンスでライセンスされており、フリーソフトウェアである。 このプロジェクトの設計目標の一つは移植性である。スカムブームの移植版は、マイクロソフトウィンドウズ、MacOS、Linux などの各種ユニックス系システム、BSD 系、ソラリスで動作する。ゲーム機にも移植されている。あまり主流ではないパーソナルコンピュータ向けにも移植されており、アミーゴウス、あたり、フリーミント、ハイク、ビオズ、ゼータ。 モルフォーズ、OS、2などで動作する。各種ゲーム機には公式移植版が存在する。プレイステーションに、ドリームキャスト、ニンテンドーゲームキューブ、Wii などに移植されている。また、GP2X、ニンテンドー DS、プレイステーションポータブルなどの携帯型ゲーム機にも移植されている。パーム OS、タップウェーブゾディアック、シンビアン OS、前も、アップルの iPhone、 Windows モバイルなどを搭載した携帯型コンピュータもサポートしている。非公式な移植版でサポートされているプラットフォームとしては、Microsoft の Xbox、携帯型のザウルスとギズマンド、モトローラの PDA780 及び A680i、Android などの Linux ベースの携帯電話、GP32 などがある。 スカムブーム0.10 0の GUI 以下のゲームは、スカムブームの最新版で組み込みでサポートされている。ユーモンガスエンターテイメントの各種ゲームでもスカムエンジンを使っているため、スカムブームでプレイ可能である。他にも、以下のようなスカム以外のゲームをサポートしている。2008年12月、Wii 用の3本のゲームがスカムブームを不正に使用しているとの報告が、 スカム VM チームに寄せられた。それらのゲームは、当たりがマジェスコエンターテインメントに Wii への移植を依頼し、さらに同社がミスティックソフトウェアに下請けに出したものだった。ミスティックはスカムブムのバイナリを使ったが、スカムブムチームをクレジット表示しなかったことが GPL 違反とされた。バイナリの調査でスカムブムチームのクレジットが含まれていることが明らかとなり、 そのバージョンでのバグもそのままであることが判明した。チームは GPL-VIOLATIONS.org に連絡し、法的措置を依頼した。アたりは当初容疑を否認していたが、スカムブムが金銭的な見返りを要求しているのではなく、単に GPL 遵守を求めているだけだと知ると交渉に応じる姿勢を見せた。しかし、 任天堂が Wii ソフトウェア開発キットを使う条件としてオープンソースの使用を認めていないことが分かり、再び敵対的対応をするようになった。さらにスカムブムチームに対してそのソフトウェア開発手法が違法だと強喝めた主張を展開した。もちろん、スカムブムの開発手法は法的に全く問題ない。長い法廷闘争の末、 スカムブムチームのメンバーフィンゴルフェント6がプレスリリースを発表し今後この件について何も語らないということで決着した GPL 違反しているゲームの在庫については一定期間そのまま販売を続けその時点で残っている在庫は廃棄するかさもなくば高額な罰金が課せられるスカムブムを今後チームに連絡せずに使うことはなく当たりは フリーソフトウェア財団に寄付することになり、gpl-violations.org が、それまでに費やした裁判費用の当たりが支払うこととなった。スカムブームは、2007年、2008年、2009年の Google Summer of Code の題材として採用された。スカムブームのサブバージョンツリーには、以下のようなゲームが追加されている。 それぞれの動作レベルは様々である。アウターワールドは一時期、スカムブームに組み込まれていたが、感情論から、純粋な技術論まで激しい論争を巻き起こした。例えば、それは、アドベンチャーゲームというよりもアクションゲームだという議論や、ビットマップグラフィックス思考のスカムブームは、ポリゴンベースのゲーム用プラットフォームには、向いていないという議論などである。 アウターワールドの原作者であるエリック・チャヒが Windows 版を企画しているという理由でスカムブムへの移植版にクレームしたため削除されることになり結果として議論も消滅した。オペレーション・ステルスとフューチャー・ウォーズはそれらのゲームエンジン、シニの独立した再実装版を統合することで追加された。2006年、アドベンチャー、ゲームインタプリタエンジンが追加された。 これはかつてバグが多く放置されていたサリエンと呼ばれるコードをベースにしたもので新たなスカムブムエンジンでうまく動作するようになった。サリエンプロジェクトは集結しスカムブムのアギエンジンに吸収された。トラブムもスカムブムに統合された。これはアギ以前のゲームミッキーズスペースアドベンチャートロールエステールウィニーザ・プーインザ・ハンドレッドアクレウッドをサポートするものである。 2003年8月2日にリリースされた0.5例の開発においてゲーム開発会社レボリューションソフトウェアは同社のアドベンチャーゲームビニースエースチールスカイをサポートするためスカムブムチームにソースコードを提供して協力しただけでなくそのゲームの CD ロム版とフロッピーディスク版をフリーウェアとしてリリースすることを決定しスカムブムのウェブサイトからダウンロードできるようにした 数ヶ月後、フライト・オブ・ザ・アマゾン・クイーンの開発者も同様の手法でそれをフリーはやかした。ブロークン・ソードにはスカムブーム上でカットされたシーンがあるが、これはオリジナルがリリースされた際にスマッカービデオというフォーマットを使っていて、その開発元であるラジアン・ゲーム・ツールズが古いスマッカーフォーマットの使用を 明らかにしておらず、スカムブームチームに対しても、リバースエンジニアリングしないよう依頼したためである。そこで、レボリューションソフトウェアは、再エンコードした版をスカムブームのウェブサイトに置き、ダウンロード可能にした。ありがとうございます。